先生、はい、今話題のトレーラーハウスって一体何ですか？トレーラーハウスは一言で言うとタイヤがついた家です。ちょっと厳密に言うと車で引っ張って移動できる家のことです。じゃあトレーラーハウス何がいいのかというと、ズバリ値段です。トレーラーハウスは新築で購入しても大体500万から700万ぐらいのものが多いみたいです。あとは税金ですね。一般的な住宅には固定資産税や不動産取得税がかかってくると思うんですけど、トレーラーハウスは車両扱いになるのでそのあたりの税金はかかりません。しかも車両ではあるんですけど自走ができないので自動車税も納めなくて OK です。ちなみに先生はトレーラーハウス住んでみたいですか？機会があれば住んでみたいと思います。